はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、さっきですね、ちょっと舞鶴公園ですねの方に行ってきたんですけども、だいぶ人が減ってましたね。はい、桜餅って、人が少なくなってきたので、僕としてはちょっと歩きやすくて嬉しいなと思ってます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、アンケートについてお答えをしていきます。40代の女性からの質問なんですけど、むち打ちに対する質問ですね。はい、であなたはですね、こんなお悩みはないでしょうか。むち打ちですね、事故によってむち打ちをした後にデスクワークで仕事をしてると首肩がきつくなってくるとか、その状態でストレッチだったりとかをしてもですね、逆に張ってくるとか、そういった症状でお悩みではないでしょうか。はい、であなたにはですね、しっかりむち打ちにはむち打ちの治療の方法っていうのがしっかりあるので、それをですね、理解していかないといけませんので、今からそれについてお話をですね、させていただければと思います。はい、でまずむち打ちなんですけど、どういうことなのかっていうとですね、交通事故だったりとかになりやすいですが、運転してる、場所に乗ってる場所ですね、どこに乗ってるかいろいろ変わってきますし、ぶつかられる場所でいろいろ変わってくるわけなんですけど、仮に後ろから追突されます、追突されたとした時にガーンってなるわけじゃないですか。でこの時体の中では何が起こっているのかっていうと、ここの衝撃で筋肉っていうのがですね、ビャーンとこう首がもげるみたいな方向に持っていかれないように、筋肉をガチッと固めます。筋肉をガチッと固めます。その筋肉をガチッと固めるものが、固めるものは何なのかっていうと、はい、見えるかな、カルシウムですね。カルシウム、強い衝撃がガーンって加わった時に、一気にこの筋肉の中にカルシウムをブワッと出すことによって、筋肉をガチッと止めてですね、首がもげないようにしてます。なんですけど、そのガチッて固まったままですね、痛いからといって、例えば首にですね、病院に行ってこうコルセットみたいなの巻いて、動かないようにしたりとかすると思うんですけど、ムチ打ちのですね、痛みの原因っていうのは、このカルシウムがですね、この筋肉の中に入ったまんまですね、入ったまんま、本来は抜けていかないといけないんですけど、それが抜けてないままずっとここにあることによって、ムチ打ちの痛みっていうのは出てきてます。じゃあどうすればですね、このカルシウムは出ていくのかっていうと、これは動かしてあげることがものすごく大事です。筋肉っていうのは通常、緩んで伸ばされて、緩んで伸ばされてっていう感じで、動いてるわけなんですけど、こういう動きの中でですね、このカルシウムっていうのをどん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 排出させないといけないわけなんですね。でもそれを、例えばさっき言ったように首を固めたりとかして、動かさないでいるとですね、この筋肉の中のカルシウムっていうのが残ったまんまで、ガチッと筋肉がずっと緊張状態でないといけない。それによって痛みが出てきてますので、簡単に言うと、この痛みの出てる筋肉をですね、動かしてあげることっていうのがむち打ちは大事になってきます。はい。なのでデスクワークとかしてる時に症状が出てくるのは、要はそこがですね、ずっと伸ばされっぱなし、あるいは緊張が入った状態ですね。動かしてるわけじゃなくて、ずっとその状態で固定してるから、痛みが出てきたりとか張り感があります。ストレッチも一緒です。この状態でずっと伸ばしてるだけ。なので逆にですね、痛みが出てきたりとかしますので、一番大事なのは動かしてあげることが大事です。はい、原因がですね、その人によって全然違うんですけど、例えばですね、この胸鎖乳突筋って言われる筋肉なのであれば、この硬いところっていうのを自分で探した状態でですね、こういう回線を加えてあげるとかですね、はい、こういうふうに握ったまま動きを加えてあげるですね、場所によって変えたりとか、はい、あるいはこの後頭部のこの辺りが痛いのであれば、この筋肉をつまみながら上下上下上下って動かしてあげたりとか、ここですね、いわゆる肩って言われるところ、ここもこういうふうに軽くつまんで動かしてあげることですね、動かしてあげること、はい。なのでストレッチを例えばこうしたするのであれば、このままですね、こういうふうに動かしてあげたりとかをしてあげないと、ストレッチだけとか、とりあえず痛いから黙っとこうとしても、このカルシウムっていうのは全然抜けていきません。はい。なので今日お伝えしたかったことは何なのかっていうと、あなたがムチ打ちで悩んでるのであれば、あなたのその痛みの原因となっている筋肉を動かしてあげて、このカルシウムを出してあげることっていうのが大事になってきます。
はい、なので固定だったりとか注射とかでごまかさずですね、しっかり動かしてあげて、根本の的なですねアプローチをしていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、まあ、今日の内容良かったなと思った方はぜひグッドボタンを押してください。あるいはですねここに私の顔マークあると思いますので今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本こちらありますので興味がある方はダウンロードして見てみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。